タイムシェアリングシステム。タイムシェアリングシステムは、一台のコンピュータの CPU をユーザ単位に自分割りで共有、タイムシェアし、複数ユーザで同時にコンピュータを利用するシステムである。開発された1960年代の当初は、当時のメインフレーム程度にパワフルなシステムを有効に使うためのものであったが、その後はミニコンピュータを中心として、ユーザ単位ではなくたく、 プロセスを複数動かすマルチタスクのオペレーティングシステムとして広まり、パーソナルコンピュータにおいても現在は一般的な利用法となっている。1960年代頃までのメインフレームは非常に高価であり、個人が占有してインタラクティブ、対話的に使用することは不可能だった。インタラクティブにコンピュータを使うということは、ほとんどの時間をユーザーが考え込んで、 コンピュータが入力を待っている状態になることを意味するからである。しかしそのほとんどが待ち時間という点に注目し、CPU を時分割して複数のユーザーで使用するという発想が生まれた。人によるインタラクティブな使用だけでなく、ディスクやテープや通信などの入出力の完了を待っている。時間を無駄にせず、他の 例えば大量の計算が必要な科学技術計算のプログラムに当てるなど、技術的な発展の順番としては、入出力機器からの割り込みを活用したマルチプログラミングの方が先である。しかし、キーボードからの入力を待つようなプログラムばかりであれば、その待ちに入るところで切り替えればよいが、大量の計算を行いたいプログラムなどでは、プログラム中に、 適切なタイミングで切り替えを呼ぶようにするのは難しく、タイマー割り込みを利用したプリエンプションがあった方が便利である。最も後年のユニックスなどとは違い、タイムシェアリングシステムと呼ばれるようなメインフレーム上のシステムの場合、まず第一に課金のための正確な CPU 時間の決定が必要であり、ついでタスクといったような単位ではなく、使用中の各ユーザーに対し平等に、 CPU 時間、タイムスライスを割り当てる必要がある。そういったように、基本的な部分で考え方が異なっている点も多い、今日のシステムとは異なる点も多いことに注意が必要である。例明期には、そのオーバーヘッドなどを理由として、タイムシェアリングによる対話的な使用を疑問視する向きもあった。しかし、タイムシェアリングシステムは一時期、特に、 アメリカでは大変な流星を迎えた。経済的な誘因として考えられるのはグロッシュの法則である。コンピュータの性能はその価格の事情に比例するという、この法則によれば、1000万円のコンピュータは500万円のコンピュータの4倍の性能があり、5000万円のコンピュータは1000万円のコンピュータの25倍の性能があるということになる。従って、 1000万円のコンピュータを25台購入して個々人に割り当てるよりも5000万円のコンピュータを25人で共有した方が経済的だという計算になるクロッシュの法則がいつ頃のどのようなコンピュータに対してなら適切に当てはまっていたのかははっきりしないがマイクロプロセッサーベースのコンピュータシステムの高いコストパフォーマンスを評したキラマイクロという語がある 1999年に提案されたポラックの法則では、むしろ逆になってしまったと指摘された。また、今日ではほぼ見られなくなった運用スタイルだが、ユーザーがオンラインでコンピュータを使いたい昼間はタイムシェアリングで、夜間は大きなジョブが大きな時間単位で占有するバ所処理で、といったような運用も往年は見られた。 対話型コンピューティングに大きな影響を与えた論文に JCR リックライダーが1960年に発表したマン・コンピュータ・シンビオーシス人間とコンピュータの共生がある TSS の概念の提唱者にはいくつか説があるカズとはアスキーコードの開発者や2000年問題を世界で初めて指摘した人物としても知られているボブ・バーマーで1957年 はじめごろに雑誌の記事でその概念を記述している。また、マサチューセッツ工科大学で数学の教鞭をとっていたジョン・マッカーシーも同様のアイデアをほぼ同時期に思いついてい、一説には1959年。さらに1959年には、イギリスのコンピュータ科学者、クリストファー・ストレーチーがタイムシェアリングシステムの特許を取得している。ただし、ストレイチーの特許は、 TSS というよりもマルチタスク方式に関するものであるという見方が最近では一般的である。いずれにしても構成への影響はマッカーシーが一番大きく、後述する CTSS や前述のリックライダーの推進したプロジェクト MAC は直接影響を受けている。実際の最初の TSS の開発は MIT のコンピュータセンターのロバート・ファーノらが行ったもので、 1961年11月にコンパチタイムシェアリングシステムを開発してデモンストレーショングを行った。CTSS は同時に3人のユーザーがコンピュータを使用して独立に処理を行えることを立証し、1973年まで実際に使われていた。最初の商業的に成功した TSS であり、1960年代後半から1970年代前半に、 かけて最も広く使われた TSS はダートマスタイムシェアリングシステム DTSS であり、1964年にダートマス大学で開発された。DTSS は後にゼネラルエレクトリック社が商用化した。DTSS はダートマスベーシックの誕生したシステムとしても有名である。また JCR リックライダーは1962年に ARPA の情報処理技術部門を任されると、対話型コンピューティングに関する研究プロジェクトに多額の資金を投入した。その一つが、MIT で行われたプロジェクト MAC であり、IBM との共同開発による TSS が1963年に稼働している。このシステムはすぐに過負荷状態となり、さらなる TSS の開発が計画されたが、IBM は、 システム360を TSS 用に改造することに消極的だったため GE と MIT とベル研究所によるマルティックスの共同開発が1964年に開始された。またその IBM も1960年代後半にはそういったコンピュータの利用法が有用だと認識しシステム360モデル67という機種を開発する。これは 同シリーズの基本設計に、ダットボックス、ダットは、ダイナミックアドレストランスレーション、動的アドレス変換の略。TSS をサポートするのに必須であるを付加したもので、同時に TSS の機能を持つ OS である TSS360 を開発しリリースした。1960年代後半になると、コンピュータユーティリティというコンセプトが話題となる。 これは TSS を活用して電話回線でコンピューティングサービスを提供するビジネスである。1967年には TSS サービス会社が全米で20社にもなったという。しかし、これは一種のバブルであり、1971年には多くの会社の経営が行き詰まった、生き残った会社は後にインターネットサービープロバイダーとなったところもある。また、 マルティックスの開発も混迷し、1969年にはベール研究所が手を引き、1970年には GEE がコンピュータ開発そのものから撤退してしまった。マルティックスが完成しなったわけではない。しかし、ベール研究所はマルティックスの反省点を生かしてユニックスオペレーティングシステムを開発することになる。現代では系のようなマルチタスクのオペレーティングシステムは、 TSS とは別の囲りとして、もっぱら扱われるが、ユニックスに関する有名なペーパーザ・ユータイム・シェアリングシステムのタイトルのように、当初はユニックスも TSS の一種として、扱われていた。また、JCR リックライダーの描いた、対話型コンピューティングという概念と彼が ARPA 時代に巻いた種は、後のインターネットとパーソナルコンピュータに、大きな影響を与えた。高橋ら。 オペレーティングシステムの機能と構成第4章4より、東京大学大型計算機センターに、タック5020を納入した日たちにおいて、同期のモニタを開発した高橋信正らは、マルティックスの発表に、特に二次元番地付け方式の仮想記憶に刺激を受け、これを実現した TSS の開発を構想した、中堅の上司、村田武雄、中澤喜三郎、 島田正蔵らのリーダーシップにより、直ちに着手する必要があると判断され、1966年4月にプロジェクト研究が発足した。今日でいうところのヒューマンマシンインターフェースの難しさと重要性に鑑み、プロジェクト発足当初より、東京大学高橋秀俊研究室と交流し、1966年9月より、正式に共同研究を開始した。 プロジェクトの24ヶ月で第1バージョンを完成し、1968年3月末、二次元版地付け方式の TSS としては世界初の稼働となった。また、高水準言語 PLI のサブセット PLE はによる OS の記述にもこうしている。また、高橋秀俊氏の示した発火状、人間は気まぐれである。人間は何をするかわからない。 趣旨を説明した文章を、電気通信学会雑誌に載せたものの引用が http コロンスラッシュスラッシュ www.iijlab.net スラッシュ、ee, イ n o ー s itself, html で読めるは、OS 構築に際して、対話処理の問題の扱いにおいて、大いに参考となった、としている。ファコム230から50、フォンタク用のモニタとして、 本クモニター、モニター24を1965年から1968年にかけて完成。ダイナミックリロケーション、多重処理、リアルタイム処理を実現した。その後、ファコム230から6十用の OS、モニター V を開発。1968年12月にバッチ機能、1970年12月に TSS 機能を完成した。 MIT で TSS の研究が始まった頃、同初にて日本からは、日本電機や日本電信電話公社、現 NTT 先端研究所、NTT データではないのエンジニアや、大阪大学からの留学生が中心となって、ジョン・マッカーシーの下で研究を行っていた。これらの研究者、エンジニアが帰国後、NEC の水野幸男などを中心に開発が進み、 IBM とリックライダーの発表後、3年ほど、1968年に、半大 MAC として、NEC の汎用機肉上で実装された。淵和弘その人とコンピュータサイエンス PP-14 から16、1960年代半ば、通産省の大型工業技術研究開発制度、通商大プロによるプロジェクトの一つとして、伝送圏では、 超高性能電子計算機というプロジェクトがあった。ハードウェア中心のプロジェクトであったが、淵和弘は TSS の開発を提案し、採用となった。It's という、この TSS は、1966年10月に、プロジェクトチームを結成している。1968年5月には、1日4時間週5日の運用実験を開始し、遠隔端末から使用できた。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。